どうもこんにちは。宣伝部長の小市です。今日は大津彩香やらかすということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、今回ですね、二つほどちょっとやりたいんですけど、一つは斉藤代表ですね、代表権騒動にまあなかなかね、まあ首を突っ込まないというか、立花隆にお任せというところでね、あまり首を突っ込んでいなかったわけなんですけれども、まあ、今回久々にまあ発言されたということで、まあ、今回そのお話とですね、まあ、それから、 大津彩香さんがですね、これね、まあ、ちょっとね、私から見ると、とんでもない契約違反があるんじゃないかっていうふうに思ってしまってですね、まあ、以前ね、なんか立花さんがだっちゃ騒動ありましたよね、その大津さんが役員全員クビみたいなことで、喜びさんでだっちゃだっちゃって撮ったあの動画が <laughs> あるんですけど、それね、あの <laughs>、はい。で、あの、まあ、まあ、その時にね、要は言われていたのは、 役員まあ要するに政治家女子のなんかこう規約っていうのがまあざざるっていうんですかねあまり細かく決まってないので最終的に決まってないことは役員会で決めますよってことになってるので概ねまあそこで全部決められるような,な中身になってるわけですねそうすると役員が誰かということが非常に重要でそうでここについてはいろんな見解があるんですけどまあ立花さん ににしててみたらいいろろ完璧に詰めてあるけど最終的にここだけが不安だと大津さん一人が、まあ、私だけが役員ですって言われちゃうとちょっとこれ困るなと思っていたところに、まあ、大津さんがですねあの、えー、橘さん含め,含め現在の役員全員クビってやっちゃったからあそうするとああ何これ我々を認めたってことねみたいなところでじゃあ今までの決定はあの全部認められるっていうことで大津さんのクビも認められてはいさよならみたいなことがありましたよね。 まああれとねちょっとまあ同等かはわからないんですけどまあなんか同じような感じでなんか全逆っていうのか全部無効みたいなことをやってるんだと思ってまあ今回はその件を紹介していきたいって感じですねはいちょっとまずはですね斉藤さんの方からやりましょうかはいえっ、ー、とこちら斎藤健一郎代表ですねのツイートの方ですけどえっ、ー、とですねまあこれ大津さんのとある文章に対してなのでそっち先に見せましょうか はい、で、これがまあ大津さんが,が作ったホームページにおいて、ですね、前党首らの招集した昨日の会合についてということで、いわゆるあの当面を、ね、NHK から国民を守る党に変えたって件ですね。はい、で、まあ、この総会においては、ですね、まあ、総会で決める必要もない会派の名前も含めてやったやつなんですけどね、まあ、いずれにしても、ですね、まあ、この、まあ、党総会開くたびに、まあ、大津さんは全部向こう向こうって言ってるんですけど、まあ、それを発表されたっていうことですね。はい。 でそれに対して、えー、と斉藤さんが反応されまして「えー、と本日戦没者遺骨引き渡し式に参加もできず国政政党を名乗ること自体言語道断です」ということですね。だからまあこれは十九郎樹さんが先日ね事務方の方がおっしゃっていたことと一緒であらゆる連絡はこっちに来ていてまあその大津さん以外の多くの人はあの相手にもしてないし。 ってていうななんて言ううなんでしょうねあの実態はこっちにあって、まあ、周囲の方々もこっちを政党だと認めてるしそもそも国会議員2人こっちにいるよみたいな <laughs> 話だと思うんですけど、まあ、いずれにしてもどなたかが書かれたもの本人じゃないんでしょうかねみたいな。で配布するだけで国政政党を名乗れませんしかも今まで大きな声で不正と言っていたのに今度は不透明な。あ 曖昧な言いい回しに変わってるっててるうことでこれもねあの確かにって言われて私も気づいたんですがいろいろざーっと書いてあってですねはいで、まあ、当初に就いた後、えーまあこれあくまで大津さんの主張ですからねで当の不透明な会計や運営のあり方に疑問を持ちって言ってるんですけどずっとここね不,不正不正って言ってたんですよね不透明ってなんかもういくらでも言いようがあるじゃないですかだって、ね、その <laughs>。 <laughs> じゃああ,のあなたの会社の帳簿を見せてくださいっつっていや「なんだあんたに見せなきゃいけないの部会者でしょ?」っつって「嫌だ」っつったら「いや不透明だ!」ってそれは見えないから不透明なだけでみたいなその <laughs> 何それ <laughs> みたいなことでねで不正ってなると違法なことをやってるって話になるからじゃあそれ言ってみるって話になってそれをずっと言えてないし帳簿見に来ていいよって言ってるのに来てないのが表さんでなおかつ総会開いたら開いたで向こう向こうっていうことをやるからちょっといい加減にしろ「大津」ということだと思いますねはいで 我々国会議員の活動の足を引っ張ることは本当にやめていただきたいですと。で、まあね、党首ですからね、まあ普通の政党でいうとね、国会議員の全員がね、やっぱりまあ 100, 100人いてね、まあそのうちの例えばね、まあ何人かねこう、やっぱりちょっと党首おかしいおかしいっていう人は出てくるでしょうけど、やっぱ半数以上がやっぱりね、支持してるから党首みたいなところがありまして、最低限ね。まあそんな中ですね、えーと、ここの党は2人しか 2人、その国会議員2人なんで、で2人がもう大津さん認めてないわけですよ。だからゼロ、0人、0人だから、もうやめてっつって、本来だったら、あなたが助けなきゃいけない人たちですよね、国会議員をね。にもかかわらず、活動の邪魔してるから、いい加減にしてくれっていうことを、まあ、代表かつ国会議員の斉藤さんが言われていますという、まあ、そんな感じですね。はいで、まあ それ以外にもですね、あとは立花さんはですね、先日ちょっと動画作った後はおとなしくてですね、まあ、ちょっとね、えー、会派名変わってニュースになったよーみたいな感じで <laughs> 報じていたりですね、えー、ここ、看板変えたよーみたいなやつとかですね、あるいはですね、えー、とバーに来てくれた、あ、じゃあこれは買い目のやつか、ね、これはバーに来てくれた熊本愛さんがコラボするよーみたいな、フジポンさんとコラボするよーみたいな <laughs>、まあ平和なツイートになっておりますと。はい。はい。 で続いてですねまあこの延長みたいな話だと思うんですけどまあい,いや、えー、と,とんでもない規約違反の方の話に行こうと思うんですけど。 これは、あのー、ご存知の方もいらっしゃるかも分かりませんが、スレッズっていうね、まツイッターのなんかこう似たようなサービスを、まあ、インスタの会社が始めまして、まあ、そこで大津さん、まあ、どっちかっていうと、なんか、まあ、緩い内容っていうのかな、を話されていて、で、まあ、昨今ですよ、なんか、分担工作というのかな、まあ、打ち毛みたいなことありますよっていうね、まあ、大津さん側がね、だから、大津さんの近くにいる事務局の方々っていうんですかね、まあ、事務とかいろんなこと、まあ、 を考えたりとかっていう戦略室みたいなもんからまあよく分かんないんですけどまあそ,それも誰が誰が所属しているかも分かんない。で えっと、そっちの人といわゆるこう実行部隊の黒川さん派の方々が、まあ、ちょっと揉めてるみたいなのがありまして、まあ、内毛馬かみたいなとこを言われていたところでそれに対する釈明みたいなことをね、まあ、大津さんが、まあ、そのなぜかスレッズの方で発表されたんですけど、まあ、そこのね何、まあ、て言うんだろういい言い訳については、まあ、結局いつもの部下が悪いっていうふうに私には読めちゃったんですけど、まあ、それはそれで別に、まあ、ご主張なんでねいいんですけど、まあ、よくないか。あ <laughs> の ですけどまそれよりもちょっと私的にこれが重大なんでこれ言っちゃって大丈夫かなっていうことがあったんでちょっとご紹介をしていきたいというふうに思いますはいえっ、ー、とこちらがね実際のオッさんのスレッツの方の中身になるんですけれどもまあまあちょっと左の方にいますがオッさんねま本、あ、本文を読みたい方は是非ねご本人の方を見に行ってくださいって感じででですねまあ結局まあ中身としてはまあこうねえっ、ー、とここでね 大麻推進派が黒川を追い出そうなどとは全くの事実無根ですということでまあまあそういったまあ揉め事があったんでそれに対しての釈明みたいなもんですよねでまあこの辺はちょっとどう,、まあ、どうでもいいんですけどでえっと問題ここでえっと宮川さん小林さんは えと会議で発言したことがなくみ宮川さんに立って一回も会議,会議に出てませんって言ってるんですよね。これちょっと何が問題か分かりますかね <laughs> まずね、この小林さんっていう方は、まあ、大津さんの秘書なのかななんか後ろ姿を撮ってポエムを上げてらっしゃった方だと思うんですけど、まあ、なんか、えーとまあ、この方が大麻党って言ってるのかな、まあ、まあいいや。まあ、でも大麻推進でも別にあの違法なことしなきゃいいわけでしょで、要は諸波塔構想を継続するって言ってるわけだからいろんな必要 な人を取り入れててやっていくわけだからまあ別に大麻の話をしたところでっていうか逆にしない方がおかしくねみたいな <laughs> のはちょっとちょっと思いますけどね今の法律を変えて使えるようにしましょうとかまあ、こういう形だったらいいんじゃないだろうかとか別に議論することは真っ当ですからね議論は全然いいと思うんですけどまあそれをなんかし,しきりにやってないって言ってるんですけどまあとにかくまあその秘書っぽい感じの方なのかな行動を共にされてる。 と思われる方が小林ささんんんででででまあでもこの人はは、えーまあ、今回あまり関係ないすすよよねね問題宮川読み方間違ってたら申し訳ないんですけどあのこの方はあれですよね役員ですよねそうで私の記憶が確かなら役員って大津さんとこの宮川さん二人だけのはずです途中で一、えー、人辞めておられるのでまあこれは後で詳しくやりますけどあのっていうことなので いわゆる、えー、党の決め事の、まあ、党規に載ってない部分っていうんですかね、まあ、ほとんど載ってないので、まあ、だから役員会でほとんど決めるってなっていて、その役員会のメンバーである、まあ、大津さんと宮田さんが <laughs>、一回も会議してないんですよ <laughs>。これって まあ簡単に言うと今まで本当に発表されてる内容って役員会通してるんですかっていうまあ疑惑にしておきましょうか疑惑があるとだから今までの全部無効じゃねえみたいな話がこう浮上してきたよって話なんですよねはい。ででていうことなので結局 もそもそもですけど、大津さんのところの役員って誰みたいな話がありまして、一応大津さんのところで一生懸命汗をかいてるですね、小林さんもそうだし、黒川さんもそうだし、なんか名前がちょこちょこ出てくる方々は、えっと、役員のところに一名も入ってないんですよ。<laughs> <あの><笑><笑>だから、これ何なのみたいな話がありまして、ちょっとね、この辺はね、ちょっとまあ、こう、おさらいをしながら整理していきたいんですけど、 はいでまずですね、これ、一番、まあ、最近のやつですね、8月10日に出されたもので、役員増えますよみたいな話ですね。で、これがですね、幹事2人が増えまして、ケ、えードさんと松本さんとかで、で、まあ、2人増えますと、まあ、今回ちょっとあまり関係ないんで飛ばしますと、で、でその前にそもそもですけど、えっ、ー、と、どこだったかな、これかな。 あこれです、ね、まあ役員クビと6月28日にえー、っと森山さん斎藤さん立花さん相、えー、原さん全員クビみたいなことをやったわけですねまあこれによってまあまあ立花さん側からするとまあここの日満テはこの人たちを役員として決めたんですねとじゃあ役員会がまあまあ正当なんで、まあ、大津クビっていうまあそういう理屈なんですけどねはいでまあずれにしてもですねその後ですねえー、っと大津さんが、えー とですね、新たな役員をじゃあ決めましょうっていうところで、まあ、こ,うこういった候補者を出すんですよね。まあ広瀬さんという方と宮川さん。まあ、で広瀬さんはですね後に辞めるんですよ後に会計責任者の変更ということで、えー、とここにおいて辞任して。 えー、大津さんんがなるとということだったんですけどまあまあいずれにしてもですねまあ,あのそもそもですよいろんな大津さん側の手続きがまあ何ていうんだろうな規約にのっとってないしまあむちゃくちゃだっていうのは前提でまあいろいろお話をしなきゃいけないのがちょっときついんですけどそのまあだって一応こっち決めるときはヒロさんね決めるときはなんか公募取ったりとかアンケート取ったり一生懸命やってたのにまあ首首っていうか辞任のときはや,やめれるしで新任が大津さんだったらアンケート 取んなくていいんだみたいな <laughs> どういうことみたいなこれアンケート一切取ってないですから発表だけなされたって感じなんで、はい、まあでもまあ大津さんがの理屈に乗るとこの時点で役員っていうのは大津さんとそれか宮川さんの2人でここに至るまでの間は広瀬さん入れた3人ということなのかなどういう認識なのかなっていうのちょっとよくわかんなくってで でそ,そ,うそうなってくるとですよ、まあ、その重要なキーパーソンである、えー、と宮川さんが会議に参加してないってなると、今までの決定は、じゃあ話し合いもせずに決めてたんですかということですかね、まあ、委任長かなんかは足して、なんかも,もう大、大津党首の言う通りっていうことで配置されてるかもしれないんで、ま、だったら、まあまあ、あれなんですけど、だったら、ちょっとあまりその党として健全じゃないよねって別の問題が浮上してきますね。しかも会議に一回も参加してない。 <laughs> だから別のことを言い訳するためにす,すっごいもうぶち込んできたなっていう感じではいと私はちょっと思ってるんですよねはいそう考えるとじゃあ新たに参加された方々もですね、まあ、同じ感じになるのかどうかちょっとよくわからないんですけどねはいというところでございますとでそれでですねちょっとねさらにですね改めてあの規約の方を見直していくとこれ役員も もう一人増えんじゃねっていうのがちょっと分かってきましてはいでこちらはね、えー、と政治家女子の3月8日かな何かに出されたまあ要するに大津さんに代わった時の、まあ、規約ということでその6条で役員という項目があって、えー、本党には次の役員を置くということで党首1名と会計責任者1名とだから、えー、と今,今現在ですね大津さんの認識によるとこれが大津さんということですね党首と会計責任者で えっと、臨時管理人1名がいて、漢字3名以内と。だ3名以内だからよくわかんないけど、これを守って3人にしようとしてるのか、まあよくわかんないですよね。漢字がなんか違う漢字使ってたんで、これのどっちやねんみたいな。<laughs> よくわかんないんですけど、まあ多分そういうことでしょうと。まあ、なんかね、こう、守るところと、守んないところの、よ、よくわかんないんですよね。あの <laughs>、はい。という形で。で、ここに役員もう一人いるじゃないですか。この臨時管理人1名。これは、いわゆる、えっと、た 橘久美さんということですよね。ここ,こ,こにあるのでまあ立花さんの娘さんということで先ほどの首のところにいなかったですよねちょっと私が見逃してるかもだけかもしれないんですけどそうするとえー、と現在今現在ですねす私が撮影してる現在において、まあ、役員は大津さんとそれからこの立花久美さんと宮川さんの3人で1人は会議に参加してないそして立花さんに関しては呼ばれもしてないでしょうから。 まあ2名がまあちょっとあやふやな状態の中で、じゃあ大津さんが勝手にいろいろ決めてるみたいな、外形的にはね、いう状況で、<laughs> あのこれ <laughs>、発表は大丈夫ですかと、役員会通してるのかなと、むしろその役員会に参加してるの黒川さんじゃねとかですね、まあまあそういういろんな疑惑も出てくるんですけどね、はい。とか、そうですね、役員に書いてない方々で実質的に決めてんじゃないんですか、みたいなところですかね、はい。で、あと、まあ、 えと規約のこう一番重要なところですね、まあ、これはご存知の方ももう多いと思うんですけど13条の補足のところで本規約に定めなき事項については役員会において決定するということで、まあ、役員会がめちゃくちゃ重要で、まあ、そこをかなりお,おざなりにしてるような感じがするんでね大丈夫ですかというようなお話でございましたと。 はい、というところでですね、若干、整理するとですね、斎藤代表お孝行ですということとそれから、この規約違反の部分ですかねここについてはですね、そもそもですけどいろいろ間違っているような気がしますが大津賀さんが言っていることにのっとって役員をいろいろ決めていったとすると現状、を、 えと新しい役員さんを増やす前の状況なので今撮影している現地点においてはね2人幹事にしましょうってしてるんで、まあ、そこもアンケート取るけどどうせ追認しちゃうと思うんで増えると思うんですけど。 現時点においては、まあ、規約等々からあと大津さんが言ってることから考えると大津さんと宮川さんとそれから立花、えー、久美さんこの3人が役員で,で役員会におそらく立花久美さんは一切呼ばれてませんそして、えー、そもそも役員会開かれてるんですかとでそこにや、えー、宮川さんも来てませんということで そのことについて、まあ、大津さんが決めてるってことですけど、ここについていろんな議論をしてるのは別の人たちですと、これ誰ですかみたいな <laughs> 話になってて <laughs>、これ <laughs>、ちょっとなどう、まあ、そのもう法律的な話は私ちょっとよく分かんないけど、も組織としてはむちゃくちゃじゃないですか。はい ということでまあなんかこう独裁イズムの中で何て言うんだろうな自分のまあイエスマンみたいな人だから株主構成っていうか取締役会にあのイエスを言う人たちだけを置いといてで議論は全然違うなんか信用はできないけど力を持ってる人たちを置くみたいな、まあ、そんな感じなのかなちょっとよくわからないですねはいでそのちょっとヒントみたいなやつが先ほどのスレッズの続きにあったんでそこだけちょっと最後にご紹介して終わりたいと思いますはい で先ほどのスレッツ、大津さんのスレッツのとこですけどねまあえっ、ー、といわゆるこう大麻推進派なんちゃらかんちゃら揉め事があってまあ私が問題視したのはここですね、えー、宮川さんに立っては一回も会議に出てませんっていうところですかねはい。でえーと そうですねまあ私のまあこれが受け止め方がまた違ったら申し訳ないんですけどね。はいでそして、えっと、タイマー推進派の衝突等々ですね。まあこれはなんか釣りざ等々っていうのは等で行きたくない。<laughs> 印象操作やりたくないって。<laughs> もっと早く言えば個人の外線とか。<laughs> まあこれはもっと早く言わなきゃいけませんでしたね正直ね。なんかうんね。 だから,、まあだからまあ、正直いろいろんかアウトのポイントはいくつもいくつもあったんですけどやっぱ青白王子のところに行った時にあれはあんだけ来られる人が迷惑だって言っててやめてほしいって何回もお願いしてんのに私は知りませんってやったと。 でそれはもう、えー、翼の都の方に言ってくださいって逃げちゃったことによってですねまあまああれでもうなんかもう責任何て言うんだろうなもうあれで私の中でも全部アウトっていう認識なんですよね、まあ、せめてえっとそれは私は止めてますっていうことを公に表明するとか全力で止めてんですけどなかなか止まりませんとかまあ、そういう話し合いを応じてるんだったらいいんですけどもう私に聞かないでくださいってどういうことみたいな <laughs> あの。 形だし、でもし言ったらもう、えっ、ー、なんて言うんだろうな、もう関わりを断ちますとか、まあ、そういうのを公に宣言するべきでしたよね、その上で言ったら、まあ、それは彼らの責任だけど、そんくらいの責任っていうんですかね、党首としての責任を果たすべきでしたけど、知りながら、結局、あの強く止めなかったっていうことは残ってますけどね、はいまあ、とにかく、まあまあ、でもやめてくれというのは、裏では言ったということを今言ってるという感じでえー、とで。 まあそこはまあ別にいいんですけどでこうですね私を中心として作った、えー、と当事務局グループに、えー、黒川さんは当公認希望者を募る段階で参加したので党運営や攻撃的な活動を支持しない者たちにより構成されています。 よくわからないですね。<laughs> あの、黒川さんは何攻撃的な人じゃないの。よくわかんない。黒川さんが参加するまでは攻撃的な人じゃないの。で、そでなおかつ、この当事務局グループって誰がいるのみたいな。わかんないじゃないですか。で、ツイッターだけ見てると、攻撃してる人山のようにいるから、<laughs> 攻撃してない人って誰だっけみたいな話に、まあ、なっていくんですけど、まあ、ちょっと本当にね、まあ、よくわからないんですけど、 まあだからこういった結構重要なことを決めているような、えー、とこの当事務局っていうところに本来は役員っていうのが入ってこなきゃいけないんですけどそれ誰ですかとかですねまあいろんな問題がここにね、まあ、あるような気がしますがまあいずれにしてもですねここを一生懸命掘ってもしょうがないんですけど、まあ、改めてちょっといろいろもう一回見た時にですね何て言うんだろうなどういう思考でなんかこう いろんなものがオッケーになってるかっていうのが、まあね久々にちょっと掘ってみたんですけど、まあ、よくわかんないなっていうまあ結論、いつもの結論に至ってしまったんですよね。はい。ということで、あの <laughs> <炎を>。<laughs> まあいずれにしてもですねどんな、えー、ところの代表でもですねいろんな揉め事が起きたらまあ私のせいでございますっていうところが普通は入ってくるんですけどねまあまあそれがいつも入ってこないっていうところでそれマーク印象ですよ部下が全部悪いみたいな感じのような発言してるとまあまあそれはね 今なんかね、国政政党っていう雨があるからあれですけど、まあそれがまあなくなったらもう解散すんのかなちょっとよくわかんないんですけどね。まあ結局あんだけ一生懸命動いてんだから、まあ国政政党関係なく別でね、政治なんか運動を勝手にやればいいんじゃないかなと思うんですけど、ね 皆さんなんかお金じゃないお金じゃないって言ってるんでねまさかまさか国政政党がね、まあ、いわゆる立花さん側に完全に行ったとしても、まあ、解散することなく皆さんでまとまってなんかやるんでしょうとは私は思うんですけどねはい、まあ、それでやる上においてリーダーとしてはですねやっぱり私のせいでっていうのがやっぱ入らないとちょっとね、まあ、どうかななんかと私は思いますけどねはい <laughs> 注意しましたっていうのを世間に公表するリーダーはよ、まあ、なんて言うんだろうその なんか万引きしましたとか何か,か悪いことしましたっていうのを指導しました以上はいいんですけどいやち違うよねみたいなことだと思います以上ですご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね